では最後にこちらの映像をご覧ください。ドン。みんな今日はいいライブだったわね。けれどここで満足するつもりはないわ。ロゼリアがさらなる高みを目指すために再びあのバンドと一緒にライブができたらと思っているのだけれど。ミナとユキナ、その言葉を待ってたわ。チュチュ、その勝負受けて立つわ。勝負？イエス。このライブでレイザー睡蓮の圧倒的な演奏力を見せつけてあげる。そう、望むところだわ。覚悟しておきなさい。最強のライブになるわ。私たちは最高の演奏を届けるまで。ロゼリアのライブにお越しの皆さん、レイザー睡蓮プロデューサーのチュチュと申します。もうご存知の方も多いと思いますが、レイザー睡蓮とロゼリアの最強の合同ライブが見たい方は、その手に持っているペンライトを私にも見えるように光らせていただけませんか。ふてー。おー、 well, おー、全然見えないわ。うそー。ロゼリアのオーディエンスはいないのかしら。いるよねいるよね。ピーター振ってる。最初からそれくらい振りなさいよ。ありがとう。ではもう一度聞きますが、レイザー睡蓮とロゼリアの最強のライブに来てくれますよね。はい。わあ、振ってくれてる。ありがとう、みんな。スウィート、エクセレント、アンストッパブル。そうと決まれば次のステージで待っているわ。どんな場所でも私たちは最高のパフォーマンスをするだけよ。はい、ということで去年幕張メッセにて実施しましたラウシュクレイジネスの第2弾となるレイズワスイレントの共催ライブが決定しました。2021年に実施予定です。さらにその前哨戦として2020年12月にレイズワスイレントの合同オンラインライブを実施いたします。はい、そしてラウシュクレイジネスのブルーレイディスクが今年2020年11月18日水曜日に発売されます。ぜひこちらをチェックして公演をお楽しみにください。